とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、スパイダーマンやっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もね、ストーリーをクリアしていきましょう。サブクエなんかはね、いくつかクリアしたんで、まあ、いい感じでしょう。レベルもちょっと上がったかな。今から、お母さんが選挙に出るための、話をしに行くというところだね。出てきた。行こうぜ、遅れちゃうぞ。早いな。さっき言ったじゃん。着替えんのめちゃくちゃ早い。絶対スーツの中に雪突っ込んでやる。上からジャケット着ただけ。あ、だね。ほら。ジャケットとズボン履いただけだ。そうだと思った。うわー、ちょっと待って、マフィン美味しそう。ちょうど今ね、俺腹減ってんのよ。ああいうの見るとちょっと弱いな。おお、これがアメリカのクリスマスか。いいね、なんか賑やかで。なんだこれ、すっごくいいね。いいえ、お、ごめん。主人公本当にいいやつだもんね。うん、マイルズはすっごいいいやつ。なんか出店がいっぱいあって、なんか日本のお祭りとはちょっと違ったね、感じでね。11ドル、そこそこ高いな。ドーナツだ、おいしそう。ドーナツもある。でこっち側、あー、多分ね、これが今回のラスボスっぽいんだよね。ラスボス、あ、走れるんだ、走れるの。おじさん、おじさん久しぶり。あのおじさん、びっくり、来てたの。母さんに見られる前に退散する。この子は友達のガンケ、手伝ってくれてるんだ。ほら、スパイダーの。なるほど、俺の甥っ子のこと頼むぞ。努力するけど手がかかるやつで。ちょっと聞こえてるよ。母さんのスピーチ楽しみよ。おお、家族ぐるみでめちゃいいもんね。お、何？アンダーグラウンドか。で、ここで話を聞くわけね。ちょっと入れない、入れない。あ、こっから行くのか。ねえ、スピードノナゴンの。頑張って、モラレスさん。ありがとう。見ろよ。ロクソンの奴らめっちゃ警戒しまくってるな。本当だ。ブエナスノーチェスペーシドス。ロクソンがこの町に押しかけ、私たちは多くを失いました。なあ、平気か。うん、ただ前回はパウロのアイスクリームショップ、ニューヨーク一の手作りアイスクリームを生んだ店です。ジュニペロのデイケア、多くの人がお世話になりました。みんなが見守ってるんだし。毎週水曜日と日曜日に歌声を響かせていた聖テレーゼ教会もその一つ。ちょっと、今もなおロクソンは実験的燃料であるニューフォームを街中に輸送しています。危険性を明かさずにです。俺はロクソンへの警告だ。貴様らが従う男、サイモン・クリーガーの人殺しだ。このプラザはこれまで奴が犯した愚行の遺産。私とアンダーグラウンドがプラザの開設を阻止してみせる。現場で考えたぞ。皆さん落ち着いて。逃がさねえよ、構えろ。出番だぞ、おばさんは俺が。ちょっとなんか
中ボスっぽい感じのやつがいるけども、あ、そうでもない、そうでもないのか。いや結構 HP 高けよ、結構 HP は高めっぽいけども大丈夫か。よし、まあ、HP もまあ全然回復できる感じだしいいよ。あぶねえ、さあこいつが結構 HP 高いな本当。あと何匹、あと5匹か、上とかにいるんでしょどうせ。いった、よし、ナイス、ステルス、ステルス決まると気持ちいいな。待て、いい、はい、あーパーフェクト、よし。周りの武器なんかもね結構使いながら行くといい感じに決まる。よし、パーフェクトをねもうちょっとしっかりと決めていけるようになればいいんだけどね。持ってこい。だいぶね昔の感はね戻ってきた感じではあるけど、もうそれでもやっぱ難しいよ。やべ、もともとこれなんかほんと死にゲーぐらい難しいからね、スパイリーはほんと最初死にゲーかと思ったもん、敵が強すぎて。ヒーローらもうちょっと耐えろよと思ってたけど、でもまあこれぐらいの感じでいいよ、全然これでいい。よし、いっけ、なんかお前ちょっと HP 高そうだな。あ、そうでもない、フィニッシュ、まだいた。おっと、耐える、それ、それ耐えちゃう。よし、あといったとこ、上か、上かな、あ、いた、はい、サクッと終わらせちゃうよ。 OK、 終わり。何、爆発した、やばいね、なんかボスっぽいのが出る予感がする。急げ、僕がいない時に何かあったらどうするの。ねえ、あの時とは違うのよ。でも移動もほんと快適、移動超快適。これぐらいのね、あの広さのオープンワールドになると結構移動がストレスになることがあるけど、移動が楽しいゲームってなんかちょっと珍しい感じだよね。移動を超楽しめるっていうのがこのスパイダーマンだと思うね。ほんと初めてこの動きをやった時が感動したもん、すげえと思った。いけ、橋の上か、トン、うん、どこだ。プラザはただの前座ってことか、もしくはおとり。ソイン攻撃、そのクズが、待った待った、ねえ撃ち合うのはやめにしない。おい、始末しろ、できるだけ多く運び出せ。何のつもりだ。え、
し始めてる。基礎で。足止めして。そんな。まさか黒幕ガフィン。まさかだ。ちょっとびっくりした。いやーそういう話か。今のはちょっと驚いたぞ。あっぶね。いけ。フィニッシュをどんどん使っていかないと。ガード固くってこいつら。いけ。なかなか飛ばんしね。いけ。オッケー。この手にグローブつけてるやつをフィニッシュで沈めていった方がいいね。よし。あぶねえ。あー食らった。あっ。多分ロクソンの方の敵も多分出そうな気がするよね。後で。あいつらも敵として来そうな気がする。前作のスパイダーマンでもそんな感じだったよね。くらい。あっぶねえ。待て。くらい。パーフェクト決めた時は必ず打ち込んでいかなきゃ。もったいない。あぶねえ。おい、あぶねえ。どんどん出てくんな。よし。あっぶねえ。敵多いし。やっぱりね、昔と変わらず、難易度は高め。よし。ほんと難易度高めだ。でもそれぐらいがね、やっぱ面白い。基本回避メイン。遠距離武器がきつい。遠距離武器きついね。はい、いけ。まだか。 HP 高すぎだろ。よし。どうするのこれ。どうするんですかこれ。みんな助けるのこれ。あ、なるほど。水を出してね、逃げる道を確保してやるんだな。危ないぞ。次。えらいこっちゃ。ちょっと待って、ここもか。オッケー、みんな逃げろ。ああ、やばい。うわやったやったやった。前もなんか船をくっつけたな。よし。あー、落ちる。でどこだ。ここを、あ、
くっつけてあげるのね。待って待って待って、すげえパワーだ。この力のせいで爆発したんだ。みんな無事だよ。爆発のせいで橋が崩れて。スパイダーマンを発見しました。どうしますか。何なんだ。さっぱり。了解。待って。僕はできてない。命の恩人に何するのよ。おい、手を出すな。証拠を取ってやる。見てる。今すぐにカメラを止めろ。カメラを止めろと言ったはずだ。よこせ。彼女に触るな。帰れ。ああ帰れ。最後の警告だ。味方だよ。おい、なんだ。おお。あなたのためになんてよく言うよ。聞く耳持たずに僕を撃とうとしたのに。変な兵器か。わかんない。新人スパイダーマンを応援したいが、彼のなんというのかな、生体電気のせいで朝飯食う？ロクソンの建物が破壊され、しかも橋まで破壊されてしまった。マジ最悪。出任せばっか。フィンがティンカラでニューフォームを盗んだ。理由は謎だけど、僕のせいで橋が吹っ飛んだ。ねえ、違うって。母さん、選挙本部に行くわね。二人とも何か欲しいものは？ココアアイス買ってくるわよ。あんな目に遭ってやめないの？やめるですって？故郷のために戦うのよ。言ったでしょ？下手したら死んでたのに。モラレスは諦めない。そうでしょ。母さん、ここはアイス買ってきて。もし嫌じゃなきゃ。もちろんよ。力があれば何でもできるって思い込んでたんだ。スパイダーマンみたいにさ。そのスパイダーマンってもう一人のことだよな。お前もスパイダーマンだ。自分のやり方でやればいい。
はい、今日もねストーリーやっていったけども、まさかフィンが黒幕だったとは思いもよらなかったね。はい、まあまたやっていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。